改めまして MC の村瀬哲平です。よろしくお願いします。さあもう本番さながらといいますか、リハーサルでももうビシビシ来てたと思うんですけれどもね、そんなビシビシ来たリハーサルの後すぐ始まるかなと思ったら出てきたこいつなんだお前みたいな視線もバチバチ感じながら、じゃあこういう時に俺はどうするのかっていうのを僕もこの道が長いんで知ってます。もうとっとと始めればいいというのを、存じ上げておりますので、じゃあお集まりの皆様堪能していただければと思います。ここからのステージ、西尾智也、ベルベット・デカストロ、ナユタ3人によるステージです。お楽しみください。皆さんこんにちは、ケージギターワークスと申します。今から植松さんに、続いてですね MC をさせていただく吉松と申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、ケーズギターワークスの、シグネチャーアーティストであったりとか、ケーズギターワークスの製品を使っていただいている、アーティストとコラボするという形でですね、今回ステージを用意させていただきました。ぜひ皆さんお楽しみください。それではですね、まず、弊社のシグネチャーギタリストであります西尾さんに登場していただきましょう。どうぞ。西尾さんのですね、もう代名詞ともに言っていい曲をご用意いただいているということでですね、まずそちらから皆さんに聴いていただこうと思います。西尾さん準備大丈夫でしょうか。お願いします。
しょうか。この次はですね、もう一方ケイズギターワークスと縁の深いですねギタリストを呼んでおります。はい、じゃあ登場していただきましょう。ペルフェクトでガストロー。はい、ということでですね、ペルフェクトでカストロさん、ですね、今回なんとアメリカから、このイベントのためにですね来ていただいたということで、はい、簡単にですね、キャリアというか紹介させていただくと、元々フィリピンのリバーマヤっていうバンドの黄金期のメンバーとして活動しておりまして、そこからは今ロサンゼルスを拠点に、いろんな演奏のお仕事であったりとかで、最近はですね、ソーシャルメディアなんかでの製品とかのレビューだったりとかっていうところでも非常に支持の多いギタリストの方になっております。はい、ということで今度はペルフェクトの曲を聴かせていただこうと思います。はい、
ました。はい、もちろんですね、お二人一人ずつの演奏では今回は終わりません。はい、今回ですね、この日米のギタリストの共演という形で、曲を用意させていただいております。はい、それでは行きましょう。
像ですね。はい、ということでここからはですね、せっかくの日米ギタリストの共演ということでもう一方お呼びしておりますので登壇いただきます。成田さんお願いします。はい、成田さんはですね、バスキングという形で海外でのストリート演奏とかっていうことで、世界をいろいろ飛び回ったりしている方になるんですけれども、今回彼に、カホンとパーカッション、協力いただいて、最後にセッションを皆さんにお届けしたいと思います。Thank you.
はい、ということで時間もですね迫ってきましたので、この曲でセッションをして最後にさせていただこうと思います。ありがとうございました。そしてペルフェクトでカストロ、そしてナユタ、皆さんありがとうございました。